音楽メディア中の人。はい、マサヤンです。今週もよろしくお願いします。今週ポップシーンでお届けしたニュースをいくつかピックアップして、ご紹介しようかなと思います。三浦大知、唯一無二の存在で居続ける凄さを世界的ダンサーたちが解説。昨年3月に放送されて、すごいダンス連発で大きな話題を呼んだ中居正広のダンスな会の第2弾が放送されました。番組ではトップダンサーの方々が出られたそうなんですが、プロが選んだ1970年から2020年までのダンスの歴史を振り返り、50作品のダンスを紹介。それもすごいですよね。で、さらに、番組後半では三浦大知さんのダンスの凄さに迫るダンスが特集されたということで、いや、三浦大知さんのダンスはやっぱすごいですよね。歌ももちろんだけど、あのダンス、もうしなやかだし、クールだし、キレがあるし、でも本当いろんな要素を兼ね備えてるのに、ライブではね、ダンスしながら息を切らさずにあれだけ伸びやかに歌う。いや、もうすごいとしか言いようがないんですよね、本当に。あと、ルパンソウルのミュージックビデオもクールですよね。ダンサーの方たちと息を揃えたキレのあるダンス、かっこいいですよね、やっぱりね。で、三浦大知さん、3月31日に、埼玉県の戸田市文化会館を皮切りにツアーも予定してます。ね、これ無事開催されることを祈るばかりですけども、ライブではまた息を呑むパフォーマンスをきっとね、披露してくれることでしょう。続いて、ゆず、デビュー25周年イヤーを彩るニューアルバム、ピープル、3月23日発売決定ということで、ね、とうとう出ますよ。で、このアルバム、ドラマ、親バカ青春白書、ね、ムロツヨシさんと永野芽郁さんのね、出てた主題歌の公私混同とか、石原さとみさんがジャケット写真とあとミュージックビデオに出演したことでも話題を集めた夏物語、その他、危機開会など、すでに配信リリースされている楽曲はもちろん入るんですが、その他に、昨年春に開催されたオンラインライブで初披露された春はやて、あとオールウェイズも収録されます。それとともに、現代美術家の松山智和さんによるメインアートビジュアルも公開されました。ねえ、華やかなんですよね。ゆずさんといえばね、アートワークで村上隆さんを筆頭に、フラワーアーティストの東誠さんとか、あと彫刻家の縄光平さん、それからアーティストユニットのマグマさん、アニメーション作家ホチ和弘さんとか、もう本当に名だたるクリエイターとか芸術家の方々とコラボレーションしてますが、今回の松山さんの作品、色合いとか、あと世界観、それから色調、それからね、ストライプをあしらったパンツなんかは、本当に松山ワールド全開だなと思います。ゆずさんのこのニュースでは、松山さんのコメントも掲載されてますので、合わせて読んでいただければと思います。あとちょっとね、注目株を。平良、サードシングルスーパースターリリース、中国電力ウェブムービーのタイアップソングに決定。平良さんって大学生の男性シンガーソングライターです。インスタグラムでね、見た方なんかも多いかなとは思うんですけれども、告白、それから、いつディステンバーは、各ストリーミングサービスでプレイリストに多数選出。ね、注目度の高さを感じますね。R&B アレンジの告白は、本当にエモーショナルな曲ですし、いつディステンバーは、まあ、いわゆるね、おしゃれなサウンドなんですけど、平さんの雰囲気ある歌声は弾き語りでもすごく良くて、私もインスタにアップしてた3650夜、あの曲ね、個人的に好きなんですよ。だからちょっとね、これからね、注目したいアーティストの一人です。で、この中国電力のウェブムービーはリモートワークとかね、本当に今の状況を取り入れてるので、きっと共感する人も多いかなと思います。ぜひ平さんの歌声とともにね、見ていただければと思います。山崎まさよし、札幌レモンザリッチの新 CM に出演決定。斉藤さん起用も合わせて発表。はい、来ましたよ。ね、昨年デビュー25周年を迎えて本当に精力的に活躍してる山崎まさよしさんですけど、今回札幌レモンザリッチの CM に出演が決定ということで、 CM 出演久しぶりですよね。CM は札幌ビールさんの YouTube でも見ることできるんですが、曲はというと、昨年9月にリリースしたデビュー25周年記念アルバムステレオ3に収録の斉藤さんがこの CM ソングとして起用されてます。これ
ベランダなのかな、なんかグランピングみたいなちょっとおしゃれな空間作りで、一人時間を美味しそうな料理 と札幌レモンザリッチで楽しんでる山崎さんね、なんかこういうのってお話したくなっちゃいますよねって言いながら、私実は結構で飲めないんですが、飲める方はぜひぜひ札幌レモンザリッチでおうち時間を充実させるのもいいですよね。ミは5年ぶりオリジナルアルバムスパークル店頭購入者特典&封入特典の内容解禁。はい、ミヤさんが5年ぶりのオリジナルアルバムリリース、楽しみですよね。スパークル購入すると先着で様々な店頭特典がゲットできるようなんですが、中に抽選応募はがきが封入されているようで、 A 賞 B 賞 C 賞の好きなものに応募できるんですって。でも A 賞、ミヤさんのサイン入りギブソン最新アコースティックギターですよ。これ欲しい人絶対多いですよね。で、ミヤさんといえばね、2月4日金曜日、そう、これ収録してるこの今まさに2月4日なんですけれども、オールナイトニッポンクロスの週替わりパーソナリティとして4年ぶりにオールナイトニッポンに帰ってきますけれど、リリースしてね、ツアーも予定してるので、また今年はミヤさんの活躍をいろんなとこでね、目にすることが増えそうですよね。で、ツアーは大阪、東京、愛知で開催予定です。やっぱり無事開催することを願ってます。ということで、バババワーっとニュースを取り上げていったんですが、いかがだったでしょうか。それぞれのね、ニュースに関しては概要欄にリンク貼っておきますので、詳細はそちらからチェックしていただければと思います。ここまで聞いてくださりありがとうございました。音楽メディア中の人マサヤンでした。また。